はい、どうもトーマスくんです。本日はギャラクティックフォーンを、のじゃじゃカエル、ウマヅラ、ベノム、コノナッシー、紅茶、とんがりでやっていきます。とんがりさん、イラストがうまいということで、ちょっと話してるんで、はい、ちょっと期待を。期待だね。はい、期待しててください。頑張ります。本人もハードル上げる。でも今、紅茶はどうなんですか？紅茶はね、そうだね、イラストあんま描かないって言ってたもんな。そうそうそう。そうだね、だからもう今日は。兄弟だし、兄弟だし、何でもできる。確かに。まあ最初なんでお題は自由でいきますか。はい。はいよ。どうしようかな。お題な何でもいいのお題。何でもいいんだよ。じゃ動画になるのね。動画になるようにしてね、とんがりさん。わかりました。どうしようかな。何しようかな。まあ、せっかくだし。まあ、これだったら書きやすいんじゃない。これとんがりに言ってほしいな、逆に。こうですね。今回のお題は。うん。これは多分分かりやすい。まあ、割とシンプルなお題で僕は書いたんです。あれ結構みんなシンプルそうだね。ナッシーも芸術的なお題を出した。芸術的なお題。芸術的なお題。いや、これは楽しみよ、みんなの絵が。あー。うわー。どう表現したものか。こんな感じだったと思うんだけどな、俺のイメージ。俺のイメージね、俺のイメージ。何保険にかけんの？俺のイメージだからな。ウマヅラハギさんはでも絵の解釈下手だからね。まあまあまあ、そこはね、皆さんの絵が上手ならね、ちゃんと解釈しますから。腹立つな。腹立つな。いきなり文字書いてるやつがいるらしいな。そんな許されん？まさかいないよな、そんなやつ。やっぱりマジで楽しいんだな。だって販売してるもんね、とか、よく。ね、ポストカードとかさ、ね、売ってるイメージある。こういうのはちょっと得意なんで、ぜひ販売中です。無理だ、無理だ、無理だ。今回の絵は完璧です。ベノムさんだんだん上達してきてる。そうなのよ、上達してるのよ。ベノムさんの絵上手いと思ったことないぞ。上達。いや、絵の上手さじゃないもんな、これはな。伝わるかどうかな。伝わるのよ、これは。そういう上達ね。伝わる。おー。あー、オッケーオッケーオッケー。待って、わかんない。オッケー、これ上手いわ。こういうことだろ。こういうことか。こういうことでしょ。いや、わかりやすい。いいね。うまいよ。めちゃくちゃうまいから書いてる。あんとか全部うまいじゃん。いや、わかんない。紅茶かもしれんよ。あ、確かに。まあ、見たことないもんな。とんがりもあるかもしれない。あ、そういうタイプ？とんがりだけど、めっちゃうまい。今日勉強しないね。じゃあ、紅茶だよ、ベノムさんのやつは。俺、紅茶のか、これ。あれ、うん、もしかして絵うまい？色も使えてるんだよな。もしかして絵うまい？さて、いろんな人の癖。おお、響くたっぷりだね、これ。どうしようかな。こういうことでしょ？これ多分ね、のじゃじゃがお題出したな。嘘？これ何のお題出したかも覚えてないのに。何出したか覚えてない。あ、これ色たくさん使った方がいいんだろうな、多分な。そうだよな。よし。何のよし今の。見てる人が色は自分で色つけてくれる。芸術とはそんなものだ。こういうことっしょ？待って。やめて。時間やばい。せかさないで。ほんとだ、もう気がついたらこんなに。むずいよね。あ、ペンって細さ変えれんねや。そうなんですよ、紅茶さん。マウント来た。マウント来た。ちょっとやってるだけでマウント。え、あ、待って。あ、ごめん。ごめんだけ言うのやばすぎる。見逃してた、いろいろ。あ、やっぱバケモン生まれた。あ、やっぱバケモン生まれた。よしよしなのか。やばい、バケモン生まれた。てか、まだ一人しか完了してないんだけど、大丈夫？いや、でも、大丈夫。全然まずいね。それでいいや、曲がるだろ。ごめん、謝ります。あ、あ、おー、なんだこれは。なんだこれ、どういうこと？すごい、なんだこれ。虫が見たい。これはね、
最低限は書かれてるからこういうことなんだよな。あんまりわからんぞこれ。オッケー。うわー。ねえ。ねえ。概念だろこれ。ねえ。キモ。やばい。化け物が生まれちまった。え、何を書いたんだ。いや、伝わんないよな。いやー、これはね、でもね、俺伝わると思うんだよな。え、でも頑張ったんだよな。完成。よし。よし。完成。みんなできてる。うん。やべ、要素1個忘れてた。ここから巻き返せるか、紅茶。これでわかるだろう。やべ。おー、うまっ。え、なんでこんなうまいの。これちょっと待って。絶対トンガリだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。脳みそがバグる。待って、脳みそがバグる。こういうことじゃないかな。なんかめっちゃバグってるけど。脳みそバグる。こういうことでしょ。OK、完璧です。見たまんま伝わったよ。お前の絵は伝わったぞ。なんだろ、これ。いや、多分こうだよな。見たまんま描くならこうだな。もうこうだな。化け物いるって。てか、この絵描くってことは、ずっと暇してたやついるな。これしか描いてないってことは、なんかすんごいさっき暇してたやついるんやろうな。もうちょっと描き込めばいいに。俺の絵もね、描き込み相当少ないんだよね。1位ぐらいカロリーない。よし。よし。ああ、まだ。ちょっと待って、終わり方も出た。終わり方も出た。いや、わかるんだけど。これナッシーが書くの複雑だな。どう書こう、これ。待ってね、わかるんだけど。誰だよ、これ書いたの。意味がわかんないよ。どういうことだよ。意味わかんないって。いや、わかるんだよ、言わんとして。これ、先般おるって絶対誰だよ、これ。思想ちょっと。思想え、違うの。思想っていうか、ナッシーのちょっと糸を混ぜたい。ああ、しそうだね。こういうことでしょ？了解ですよ。めっちゃキモいのいるんだけど、なにこれ？なんでこんなキモいの書かされなきゃいけないんだ。不快感を覚える話題。不快感を覚えてるやついる。マジでえぐいやついる。なんだこれ？いや、ここまではいいんだよ、多分。この辺にハゲた人いなかったっけ？ハゲた人。あれ？ハゲた人？ハゲた人？そう、ハゲた人がいたんだよ。あれ、どんな感じだったっけ？あー、どんな感じだったっけ？もう最低限覚えてない。対戦相手、あー、トーマス君書きたいの分かったかもしれん。いや、そうなんだよ。ハゲた人いたよな。はいはいはい、理解したわ。いや、違うね。伝わる。とりあえずこの辺になんか適当に書いて。うん。知ってる人なら伝わる。よし。まあ、これだな。よーし。もうこれ以上書くことないわ。いや、様子。これはね、様子も伝わってほしい。前の人が悪いわ。いや、あと、大丈夫か？ 6 人も終わってないやついるぞ。いや、もうちょっとだけ時間があればね、書き足したいから書き足して。クソベノムさん、だいぶ適当な絵描いてる説あるよ。あ、ふざけんなよ、お前。俺はどんだけ真剣に描いてると思ってんの。そうなんだ、期待できるな、じゃあ。めちゃくちゃちゃんと描いてるよ。いいのができたぞ。完璧よ。こんがりさ。俺は言われた通りに描いてる。やけになんか強い言葉で。ああ、まあ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 。マジでわかんない、何これ。そのまま書くけど。これどう解釈するんだろうな。何か。誰だこれ。何この背景。誰。なんでこの背景なんだ。誰。お前は誰。なんで背景がこの色なの。おい、誰だってこれ。最後わかりやすいな。誰だ。これでしょ。なんだよ。誰。なんだこれ。え、ガチで誰だ。ちょっと待ってよ。なんだこれ。いや、でもね、いや、こういうことだよな。多分これが誰なのかわかるけど、なんでなのかわからない。これしか描けん、俺には無理だ。この絵から解釈できることは何もない。これでいい。
いや、よいしょ。誰だか分からん。みんな答えが出揃ってる、ね、あと2人ですけどもどうでしょうか。マジで分からんこれ。しっくりは来ないけど。これでしっくり全然来ないよ。だいぶひどい。お、だいぶひどい。来たね。楽しみだな、今回。お披露目タイムいきますか。楽しみだな。じゃあまずは僕のお題から。あーはいはい。え、そんなあった。そんなあった。これは俺は完璧だと思った。あー、かわいい、かわいい、かわいい、とんがり大作省略しすぎる。まあまあまあ、踊ってるようには見えなかった。踊ってるようには見えなかった。なんか今一瞬見えたの。まあ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 、なんかやばいのあったね。まあ、伝わってる、伝わってる。声でか、勢いがすごい。声でか。あ、これこうだった。めっちゃうまい。かわいいわね。サーカスを経営するとんがり。ちょっと待って、大丈夫、伝わる、伝わる。怖い、怖い。怖かったよ。なんで悪魔とんがりは伝わって言えたぞ。あー。ずーはーさんに違うの。一番伝わりやすいサーカス。サーカス自分が消してるんだよ。本人でか。とんがりのイメージはこんな感じなんだ。とんがりの、やべえだろ。経営するのはこんな感じなんだ。あー、次行きますか。こういう感じなんだね、とんがりさん。VAR 判定、ボール気味でいい日本勝ち。オッケー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 。あー、うまいうまいうまい。VAR か、ごめんなさい。いや、大丈夫大丈夫、分かった。サッカー日本代表ギリギリセーフ判定。伝わったよ。うんうんうん。あ、いいね、うまい。もううまい。マズラハギ、あー細かい。細かい細かい、ちゃんと見てたぜ。見て、見て、上の。うまい、うまい、うまい。なんか野球ボールだとそれらしい。おー、まあまあまあ、いいんじゃないですか。ワールドカップの名刺、数ミリ戦に被るから、伝わった、伝わった。あー、伝わった、伝わった。ワールドカップ見てない人でも知ってるシーンな気もする。いや、まあ散々やったからね、これ。ね。よし、じゃあカエルの題いきますか。おいしそうにご飯を食べる、まちゃかり。見なかった、見なかった、こんなまちゃかりだぞ。人変わってるぞ。うまい、うまい、うまい。うまい、うまい。でもまちゃかりかな。赤い帽子かりも、黄色い髪、カラフルな姉の。カラフルって絞り込める。カエルした。あー。あー。アッキーさんに持っちゃった。これアッキーさん出てきたなー。アニマ出てきたな。ニートブじゃねえじゃねえ。遠い遠い。難しかったニートブの。ブレだけこの顔にタニマついてるの嫌なんだけど。確かに良くないか。タニマを見せたアーケンさん。あのこれアーケンさんで戻ってくるよ。おわ。なんか抽象的だな。これアーケンって分かったのすごいだろう。いやすごいな。すごい。でもマチャカリでした。マチャカリですね。マチャカリはマチャカリやったか。うまずらなこのなんか要素ワードで羅列すんのいいな。わかんないの。マチャカリ。いきますか次。マチャカリだとは思わねえな。メイクをするオビワン。ほー。いやいやいや。オッケーオッケー。紅茶かうまいじゃん。うまいうまいうまいじゃん。紅茶ぜい。うん。紅茶うまいな。かけるじゃん。あったこんな。化粧品についてる。香り入ってんな。こいつ。こいつ。ナッシー目線でオビワンこう見えてるんだ。オビワンはだってクマじゃん。このがどんだけ戻せるでしょ。おいおいおい。あー、これか。これか。何これ何これ何これいや、これはわかんない。これはわかんないよ。俺、そういうことなの。わからんよ。あ、でもカエルうまいわ。うまいね。カエルうまい。いや、何もうまいな。これ好きだな、これ好きだな。これは難しい。オビワンさん色じゃないじゃん、肌色じゃん。あー、そうかな、こんな感じないか、こいつ。めっちゃうまい。ナッシー目線だとこう見えてるんだ、オビワンが。そう、見えてるの。間違いなくこれはオビワンさんです。バケモンじゃん。バケモンに見えてる。いきますか。 LGBTQ に入る。あーこれかー。あーこれそういうことなの。うまいじゃん。うまい。マジでうまいけど。女祭です。あ、これでそうなったか。あ、間違えたかも。いい表現だね。あー母親の顔が使ってるのかと思った。遠ざかってる。いやでもこれ楽しかに戻るんじゃないわ。あ、でも絵は戻ってきてる。あ、そっち行ったか。行っちゃったな。ああ、惜しかった。
ヤンキーじゃん。パダシャカが最終的に金髪ヤンキーになったんだ。あー、これもなかなか難しいお題だったね。トンガイでもうまいな。トンガイ2級建築士合格おめでとう。あったんじゃない？何こんなあった？こんなお題なかったけど、ね。こんななかったけどな。こんななかったよ。え、これここはちゃんと答えたよなし。あー。まあトンガイだね。トンガイに伝わるんだ。かあ、なんか共産的な意味だな。確かに共産的。これがわけわかんないんだ。何これハイテンション。ああ。天使のラッパーだと思った普通に。かつてわかんなかった。これ意味わかんなすぎて。苦しいと思って。あげあげビート天使ラッパー。天使ラッパー。もうあっち面白いね。新しいね。そすごいな。ちんかかになった。難しいわ。難しいんだ。で、水を汲む。なしでいきます。これ芸術よ。とんがりの顔した花火が空に放たれ。お題なかったって、こんな。違う。まだうまいじゃん。とんがりの顔なかったよ。なんだ？ああ、俺だ。俺か。ああ、なるほどね。あ、そういう、あ、これか。あ、そう、逆になっちゃった。ああ、やばいやな、これ。ごめんごめん。でかい花火に着火するとんがり。うんうん、もうもうもう。誰だこれやったの。いや、うまいうまいうまい。これ好き、これ好きだわ。これ好きだわ。こいつだな。こいつマジで終わってるって。やっぱり。うまい、やっぱり終わってるやん。こいつが細かく言えばいい。いや、こいつだ。あ、うまいうまいうまい。わかるでしょ、とんがりって。もう無理だよ。蓋になったんだけど。うまづら刺さダメだった。これうまづらそう。やばいな、俺。ダメだった。うまづらいな、ずっと。これ大量に花と耳の人がどこか。あー、次行きますか。紅茶。あー、あった。はいはいはい。だな。でもこれもまあまあまあもう。はいはいはい。見てもらえるな。ハイ君とノジャの立ち上がりやな。この奪い合い男たち。伝わってる伝わってる。いや、ナッシーの。ここで、ちゃんと。あー。表現されてた。いつも使われてきた。奪い合うか。これまだ馬面さんか。え、なんかこれ、おかしくなってない。えぐい書き方したやついないかな。え、これ、こうでしょ。伝わってる伝わってる伝わってる。伝わってる伝わってる伝わってる。誰だ ニートブの方ニートブの方おっと入るよ。おっと入るよ、わからんやつ。助け求めてる。手の位置やばいな、これ。いきますか、最後は。とんがりさんの題は、のぞく、のぐそを踏んだサングラスでした。いや、でも伝わってるよ。俺まで伝わってたこれ、まぜるんだったら。ああ、ちゃんと伝わった。うん、カロリー低いな。でかすぎる、衝撃マジで。あー、伝わってる、伝わってる。もういいね、うまいね、カエル君。うまい、うまい、うまい。めちゃめちゃ記念してる。大事かなって、伝えるやんな。伝わってる、伝わってる。伝わってる。あ、完璧だ。めちゃめちゃいいお題じゃん、これ。使ってる、使ってる。おー。あー、シンプルで。完璧や。ちょっと簡単だったかもしれない。よかったね。まあまあ、こんぐらいシンプルなのも一個あった方がね。いいじゃん。確かに。よし。じゃあもう一試合行きますか。はい。行きましょう。お題決めたりしますか？お題なんか決めたいなぁ。あ、将来の夢は？お、将来の夢。いいね。将来ない人どうしよう。ない人は。将来ない人は。使ってください。なんか5年後とかに何してるかとか思い浮かべて何とか何したいかとか何してたらいいかとか。まあまあまあいいんじゃないですか。みんなに入るんじゃないですか。まあ将来の夢で。はい。行きます。将来の夢か。なんで20で将来の夢がねえんだよ。もう20だからだよ。将来の夢。え、これ。ちっちゃい頃に思ってた夢とかでも。あ、それでも全然確かに。あ、小さい頃だっけ。知りたいよな、兄弟生の将来の夢。二人もいるんだし、せっかくだし。ちっちゃい頃なりたかったもん。よし、これでいこう。うん、将来の夢がまず一個も出てこんかったから。うん、ちっちゃい頃の夢を遡ることから始まり、まあでもそういうことでもいいんですよね。まあそういうことだよね。そういうことでもいいんですよね。いっぱいあったな、ちっちゃい頃の夢。幼稚園の先生とかもなってみたかったな。え、今からでもめっちゃ頑張れば。めっちゃ頑張れば。いけるよ、まだ。ダメだ。お、
よし来ました。あ、めっちゃ怖いこと書いてある。あ、被ってる、夢被ってる。これなんだっけ、なんだ、なんだ。いいね、行きますか。うーん、途中で終わってるし、これなんか分かんない、文章が途中で終わってても分かんない。そんな人いるそんな人いる夢かけない人いるってマジ絶望だろう。どうすればいいのこれ、ちょっととりあえず、え、なんか保管して、保管して作って頑張って、うん、頑張れ。これさ、書いたやつどうかしてるってマジで。これ なんだろう、この書いた人誰だかもうすぐ分かるけど、どうかしてるってマジで。そんなに言う、そんなに言う書けねえって。ちなみに誰だと思ってんの？なし。いや違う、書いてよ、頑張ってよ、メノムさん。くっそむずいんだけど、これくっそむずい。いや、いけるいけるいける。ベノムさんの全ての画力をもうなしの夢に費やして。だって、え、この人でもさ、この道に進もうとしてんの？失礼だけど誰に言ってんですか、失礼だろ。いやいや、もうお前だよ、お前だよ。え、俺、いや俺そんなお題書いてないから、絶対俺じゃない。いや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 、もう俺じゃない絶対。一瞬でわかる、この人本当にやろうとしてんのこれって私は思って。ああ、俺じゃない絶対、それ俺じゃない。だから希望的観測かもしれない、いつかやろう。俺じゃないわ。いやいやいや、だってタクシードって書いてあるんだもん。あれなんかでも大学生他にもいますから。ああ、まあ確かに。まだいるし、ね、うん、いるけどさ。俺、え、上手くなったんじゃない？すげえ短時間で。俺、え、上手くなったんじゃないの？俺も上手くなったわ。もしかして、もしかしてだけど？上手くなった。もしかしてだけど、上手いんじゃないのこれ。ただ、ナッシー、これむずいよ。むずい？いや、でも、伝わるはず。それはナッシーの思いが伝わるかどうかっていうはず。違うね、ここ、あのね、わかる。途中まで簡単だけど、これを表現するのがクソむずいんだわ。こんなの、どうやって、こんなの、こんなのかぶってるな。そうだよな。いや、いける。絵うまい気がする、俺。みんな上達してる？将来の夢系は、やっぱちっちゃい子も描くやつだから、あれ？描きやすいのかもしれない。いや、化け物生まれてる気もするけど、まあ。まあ、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 まあ。伝わるんじゃないか。トーマス君、自信ある？自信あるな、これは。さすがに伝わる。うまいかどうかは一旦置いといて。伝わればいいからね、結局。うん。これはね、伝わるレベル？いや、これはね、馬面でも分かる。なんでもう自分を低いとこに置いてるの、馬面って。もっと高みよよ。いや、俺と、俺と同じ夢抱いてる人がいるんだ。合ってるかな、この計算式。計算式？計算式？なんだろうな、この先生とかかな。合ってるか教えてきた人、次。自信ない、ちょっと。結構何、そんな表現しづらいのがいっぱい来てんの。マジでこいつダメだ。え、ダメじゃないよ。ダメだし、こんなどうやって書くんだよ。やばい、もう時間ないよ。コーヒー大丈夫か。やばいな、めっちゃ書けない。なんだこれは。全然書けなかった。これ何、これが将来の夢なの。ちょっと待って、将来の夢やろ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとじゃないぞ。待て。待て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 、なんだろうなこれ、この国旗なんだろうな。俺なんだ。あトーマス君終わったこれ。あ、俺のお題が言った、トーマス君。あ、終わったなこれ。なんだこれは。そうだ、その国旗、国旗の色がわからない色だ。ん、いやでもトーマス君、わからない色の組み合わせ、いやわからない色の組み合わせがわからないんだ。どっちだ。考古学者なの？イタリアかフランスかわからない的なノリか。いや、多分イタリアだと思う。これなんだろう、これ全部羅列したのかな。いや、こういうことだろう、多分解釈すると。俺の感性は間違ってないはず。え、ん、まあまあまあ。なに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 、なにこれ、どう書けばいいの、どう書けばいいの。うわー、これわかった。めっちゃ変な人が、なんか笑い方怖い。ベロムバカにされてるぞお前。あー、そういうこと、バカにされてる、それは良くないね。いや、ここでもバカにされてるけどね、ちなみにここにも。そんなにいる？なんで俺がそんなにいるんだ。超バカにされてる。そんなことある？ベルムめっちゃバカにされてるらしいな。最低だな。え、だってお前らの将来の夢じゃないの？どういうこと？俺出てくるがバカにされるの？おかしくない？え、ごめん、もう勝手に想像して書くわ。ごめんね、のじじゃ。
もうなんか別、別の人バカにされだした。やばい、ミスった。あ、もう途中までやってたのに黒で全部塗りつぶしちゃった。戻せるよ。戻せばいい。矢印、矢印。何それ、何それ。こいつ、ほんとやばいって。戻れた、100%ありがとう。マズラハギさん、多分本当にやばい人なんだろうな。マズラハギさん、本当になんか問題文とか読んでた、なんかテストの。あれなんだね、学歴がいいって、必ずしもいいってことじゃない。多分読解力はないタイプだったんだな。いや、でも。国語の点も良かったよ。国語の点もよね。国語も良かったのね。国語も良かったよ。これはやばい。とんでもない。ベノムさん、ここなりそうだな。でもない呪物が出てきた。ベノムさん、ここなりそうだな。俺、そんな出てくるの？違う、本当にそうなんよ。別に恥ずかしいことじゃないよ。恥ずかしいことじゃないよ。やばい。めちゃめちゃふざけ出してる。めちゃめちゃふざけ出してる。いいねいいね。俺はこいつの夢をこれに決めた。俺が決めてる気がしてきたな、夢を。きっとベノムはこれがしたいんだ、きっとね。俺ね、そんな具体的、いや、俺が具体的な道を示してやる、ベノム。あーね、これ完璧だわ。お前はこの道を進むんだ。さあ、次のお題は何だろうな。なんだろうな、楽しみだ、ね、どんな絵が来るんだろうな。だんだんなんかみんな今日が乗って楽しくなっちゃってるじゃん。マジで楽しくなってる。楽しくなってくる。だって、おー、これは。え、さっきもこれ見たぞ。私もさっきも見たぞ、これ。え、何これ。あんま将来の夢じゃないの来たら、なんか過去を振り返ったやつ来たんだけど、一個前。いや、これ意味わからん。これマジで意味わからん。こういうこと？こういうことか。将来の夢？俺もわかんないから、これでいくよ。合ってるな。すまんな、次の人。因数率が分かる人が書いてる、これ。お、因数率が必要と将来の夢って何何何しすぎだ。本当にこれお題将来の夢だよね。うん、多分。不思議だな。多分きっと。確かに、私もちょっと不思議なの来たな。わかんねえわ。終わってるって。どういうこと？マジでどういうことこれ。誰だワンピースのネタバレ書いてるやつ。やめて、俺サンジが仲間になるところまでしか読んでないんだからやめて。だいぶ前だな。クソ最新話来てるぞお前。サンジ仲間はもうお前が悪いだろ、完全に読んでない、うん、お前読み始めた。これは俺が書いてやる。お前無料期間で読んでるだろ、うん、そう、1日4話ずつ。おっそ。トーマス、ちゃんと再現しろよ。俺はね、ワンピースのネタバレが来たから、俺はこれを立派な夢に変えるんだ。海賊王になれ。おい、改変すんだよ。ダメだろ、だって。俺、このまま来たら。俺はよくわかんないから、そのまま書いたぞ。ダメだって。俺は意味がわかんなくて、そのまま書いたぞ。字切ったな。G 使っちゃダメなゲームで G 使っておいて。俺絵上手くなったわ。本当に。もう信用ならない。楽しそうに絵描いてるね。で、待って、あとちょっと。やばい。あ、もう終わりますよ、時間。絵上手い勢が逆に苦戦してるな、これ。もう振り切ったからね。俺らもうね、知ったこっちゃないからな。振り切ったからね。あー、時間ない。あ、おお、なんだこれ。 あ、これなんか真っ当な夢じゃん。円周率きたんだけど。これ夢、ね、これ夢なのか、ね、ちょっと待って、これ夢なのか。なんだこれ。いや、これが夢なんだろうな、多分。トマス君頑張って改変したんだな。いや、こいつ改変なってんのか。ちょっと待って。いや、でもそれも仕事でしょ、一種の。こうかな。いや、これひどい。これにしか見えないんだけど、ちょっと待って、これが夢じゃないだろう。ちょっと待って、これでも夢らしい夢がやっと初めて来たかもしれない。え、マジ？これは夢だわ、みたいな。いや、遅っ。そうなのよ。やっとなんだ。ああ、間に合わなかった。また来たんだ。間に合わなかった。かぶることある、これ。間に合わなかった。俺、ダッシュと同じことやってた。なんで？マジ？また来たってやつだわ。え、そうだよね。え、なんでかぶったんだ、これ。あれ？これがやっぱの、これがノジャジャか？ポンの夢じゃないだろうけど、これすごいことになってるから。お前の思想がすごいことになってる。え、ちょっと待って、あれ、
私のじゃじゃのかなと思ってつか全然違う、これがのじゃじゃかみたいな感じになってる。どっかで道間違えたみたいなのはちょくちょくあった。どっかで道を間違えた、なんで将来の夢なのに道間違えてんのそうなんだよね、それはなしでもそうなんだよ、あるよなの変なの。いや伝わるでしょこれ、全部のじゃじゃとか誰かに置き換えてるせいでごっちになってる可能性あるな、ごめんなんか人書かない、なんか書けない。さあ鐘が鳴っております。みんな準備はいいか、覚悟の準備はいいか。まずいな、頑張れ頑張れ。まあこうでしょう、最後どんな絵が来るのかな。最後は夢らしい夢、うん、来るかな、夢が終わりたいけどないやそうだよな、素直に応援してあげたい夢が来たらいいなそうね、よしよし、あーあーめっちゃいい、わーっ、どっちだあれだなんだこれは、これは簡単だわ。え、わかんない、あ、同じのってそういうことかな、多分ね、俺と同じ夢の人がいるはずなんだよ、一人これで、これフィニッシュです。これはもう、いい夢来たよ、本当にあとちょっとで最後さあ、こうするか。さあ、皆さんのね回答が、この人絵うまいな、終わってどうなるのか、ね、さあ終わり、運命の時が、まずトマス君の、まず僕のお題から、あ、はい、うん、パン屋さんで、ね、できたパンを最初に食べたい男だった。これちょっとひねくれ食べたら、かわいい、かわいい、かわいい、パン屋さんではなかったな、盗み食いを。なんでそうなる、あ、まあ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 、なんでそうなる、あ、どうなってる、あ、かわいい、かわいい、かわいい絵感じはしない、パン屋ですもんね。うんうん、かわいいかわいい。あーあー、つまんでる。つまんでるな。被害、被害でかいだから。食費を犯すパン屋さん。なんか、ダメな男。やば。食費浮かすパン屋さんで金儲けをする歯がボロボロの人。俺の夢はこうなるのか。じゃあ次行きますか。小さい頃は警察官、サッカー選手とか思い描いていたかもしれない。しか重っ。ただ今から考える未来は BC と向き合ってることしか。ああ、なるほどね。全部が夢。めっちゃ持ち上げる。あ、でもいい。めっちゃいい。絵としてはめっちゃいい、これ。警察官になって人落ちサッカーボールを切りながら BC に行きます。ああ、そうか、それでそうなるのか。ああ、なるほどね。まあ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 。世界大会で優勝、サッカー選手は諦めました。無理って書いてサッカーの夢を挫折、転身してプロゲーマーになって優勝。サッカー入ってるね、いいのありすぎだろ。あーあー、でもよかったんじゃない、はいはいはい、これは俺の夢ではってな。警察官消えたね。あるよな、警察官はどっか行った。あー、でも伝わってる、伝わってる。早い段階で行きますか。パン屋さん、あー、カエルと同じだ。シンプル。あー、やっぱ肉パン屋さんが被るんだ。いや、いいね。びっくりした。パン屋さん、あ、そのまんま伝わってる。そのまんま伝わってる。お前さ。なになになに、すげえし。あー、可愛くなった、可愛くなった。パン屋やろ。なんか野菜みたいな混じってる。可愛い。パン屋さんニコニコ、可愛い。いいね。あ、うん、うまくない、うん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 、うん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 、そう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 、まあ伝わってる、伝わってる、まあ伝わってる、パン屋さん平和だったな。いいね、パン屋さんは平和だ。小学校の先生、モンペを黙らせる、モンペを黙らせる、モンスターペアレッツ、そうそうそう、あ、それでそうなったの、うまい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 。え、え、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、いや、まあ、しょうがない、しょうがない。言うとるやん、違う違う違う。次に夢だったんだよね。ああ、一瞬にして悪い未来に行ったな。怒ってる女を無言で見殺しようと。ああ、これか。モンペなんだ、このさ。おい、なんで私のこと言ってたよ。モンペに対してやばすぎ。めちゃくちゃ変わったな。ああ、再生回数たくさん中で。ははは。カエルも瞑想したな。カエルも瞑想したな。バッテンということは、つまり
考察してるじゃん。日本語じゃなくなってか、わからない自信のなさから来る。地獄だ。地獄だ。いきますか。御年29歳の私、将来だと今更に。これさ。悲しい。なんだこれ。いや、いい表現。いや、でもしょうがない。福士号さんも。いや、これはちゃんと書いた。これちゃんと書きました。何これ、これベルンか。そういう表現なんだ。そうそうそう、オフライン講師。ああ、なんかおー、どんがりいいね。どんがりしちゃった。いいね、いいね、いいね。あ、マジか。将来の夢これ。自分してる。いいな、これ。いいな、これ。エルコーの先生になっちゃった。俺、俺はエルコーの先生になるのか。とんがりのイラスト好きだな。これいいな、これ。めちゃめちゃいい。これ元気不満感がめっちゃある。すっごい。あー、かわいい。うまいね、マジで。ほのちゃんの夢。くっそ金持ち。あー、シンプルイズベストだな。いやー、いいね。わかりやすいよ。これはシンプルに来てたんじゃない？クソだから金が降ってくる能力でにっこりこ。あー、まあ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 。あー、いいね。いいね。かぼちゃもイラストうまいね。小規模の格しか見えない。おい、皮肉嫌な夢だな。ひねくれたやつしかいないんだけどね。金持ちにはな。ああ、ああ。ここでひねくれが回避された。これマジ。ああ、いいね。ああ、いいね。戻って、はいはい。戻ってきた。ここ戻りました。これぐらいシンプルで強いね、夢は通じるね。ね、じゃあ次、ナッシーの夢見ますか。これがね、マジでむずいんだって。ただ夢を描いたってだけだよね。これ、マジでむずいんだって。ないの。ああ、わかった。あ、なんかイタリアが別の国になってた、俺。あ、でもまあ、ちょっと、苦情がなくなってきて、気に変わった途中で。これ、ごめんなさい。待って国が変わると思った。まずいまずいまずい。これはもうやばい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 。思想強くなってる。ナッシー、お前マジか。いやいや違うの、そういう夢で書いたつもりじゃないんだけどな。ナッシーマジか。おかしい。ナッシーマジか。第三帝国の復活だったか。あー、すごい夢だな。じゃあ紅茶の夢。紅茶だったのか。紅茶なんだ。どうぞ。俺取得したがな。俺の夢やから。で、将来は日本のなんか偉いとこに行きたいらしい。漫才か。漫才。おい、しかもさ、これさ、俺ちゃんとした夢来たわと思ったわ、これ。俺はベノムにこの道進んでほしい。これベノムさんだよ。ベノムで。俺だったのね。これベノムです。俺だったのか、これ。相方増えてるしな。あー、伝わった伝わった。よし、伝わったこれ紅茶の夢だぞ。博士号は取得せずに漫才で。お前紅茶頑張れ、漫才頑張るか。紅茶とベロムで頑張れ。最後とんがりさんの夢いきますか。お、将来の夢。広告だ。いい夢。こんなお題あったか。俺こんなお題あった。え、違う、これ広告が来てたから。遺跡とかを見るのかな。ワンピースどこ。3分の1足すルート4が3分の7って何。あ、待ってた、何言ってるかもよくわかんないし。待って、ワンピースどこ行った。おい、それでよ。おいおい。あー、ここか。あー、なんか文字多い。文字しかない、文字しかない。あー、マジかね、かわいい。俺はそうだ、見つけるあれだ。おい、やめろ。ねえ、やめろ、お前。やめろ、最新話のネタバレやめろ、お前。やめろ、まだ俺、やめろ。おい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 、被害者多数じゃねえかよ。あー、なんで話すな話すな。やめろやめろ。俺はまだサンジが仲間になって嬉しいんだよ。よし、じゃあ面白かった。ジジジジジジ。